イアン・シェクターは南アフリカイーストロンドン出身の元、レーシングドライバー。1974年3月30日に F1 デビュー。20戦に出走したが選手権ポイントを獲得することはできなかった。弟は1979年 F1 ワールドチャンピオンのジョディ・シェクター。おいはインディカーレーサーのトーマス・シェクターである。 初の F1 レースは1974年、南アフリカグランプリで、チームガンストンからロータス72で出走。1975から1976年は、レキシントンレーシングより、ティレル007をドライブする。いずれも地元チームからの出場だが、このほか1974年と1975年に、それぞれヘスケス、ウィリアムズから、スポット参戦をしている。 1977年は、マーチのワークスチームからナンバー1ドライバーとしてエントリーするが、目立った成績は上げられなかった。シェクターの最後のレースは、日本グランプリだったが、シェクターの母国である南アフリカが、アパルトヘイト政策をとっていたことによる抗議のため交流、観光ビザでの入国を拒否されて、国外退去された。ありがとうございます。